伸びていく、レフト見送りました。マキノンに一発が出ました。この回も塩見一発を浴びてしまいました。2試合連続ホームラン、今シーズンの第14号です。高々とレフトスタンド中段まで運んでいきました。マキノン選手今シーズン第14号、ライオンズ今日2本目のホームラン、4対1リード広げます。いやー打った瞬間という当たりでした、まあ、そうですね。昨日もライオンズホームラン2本出てベターズを下したんですけども、今日もここまでホームラン2本です、はい、これフォークボールなんですけどね、そんなに高さコースは悪くなかったと思いますか、悪くはない高さではあったんですけどね、うまく救われましたよね。まあ塩見本人も打った瞬間に、この打席も一発を放ちましたマキノン。いやー今日2本目のホームラン、2打席連続です。これも低めの球をうまく運んでいきました、はい、マキノン選手、先ほどのボールよりは低くはないと思うんですが、この変化したところをしっかり捉えてますよね。今日2ランホームランの後は3ランホームランが出ました。止まりません、カーブですねこれはね。高さ結構低い球に見えますが、あの高めから来る真ん中あたりから落ちてくるカーブなんですよね。こういうボールがやっぱストライクゾーンではいけないんでしょう。今シーズン第15号のホームランでございます。